どうも、ライオンです。さあ、今回は、なんと、私への視聴者さんからのプレゼントが届きました。なので、ちょっとこれをね、開けてみようと思います。はい、開けたんですけれども、ちょっと開封動画では、ここはちょっとどけてくださいっていうやつだったので、ではそれをどけたものを紹介していこうと思います。はい。なんと、ミニ四駆のパーツをまたいただいてしまいました。ありがとうございます。こんな走らせないミニ四駆ね、動画をあまり上げないチャンネルに本当にありがとうございます。では紹介していきましょう。まずこちら、じゃーん。は何だろう、五角形スポークっていうのかな、はい、いわゆる私がね、メインで使っていると言っていいのかな改造を続けているライキリのホイールですね、ガンメタカラーの、はい、ありがとうございます。こんなん何本あってもいいですからねはい、ありがとうございます。そしてこちら、じゃーん、丸穴ボールベアリング。はい。ベアリングは、初めに買ってきたときに、いやもう、私世代のね、昔のミニ四駆やってたおじさんは、もうなかなかこの、ベアリング、なかなか高くて買えなかった子供の頃。でも、ね、奮発して買うと、なんかすごい速くなったような気がしてたんだけども、初めてミニ四駆組み立てるときに、確か生放送でやったら、ダメですよって言われたんですね。あれは、確か、六角ベアリングだったかな。で、それがダメで、まあなんかいろいろとね、これだったらいいですよっていうようなもの、いろいろ紹介いただいたんだけど、まあシャーシ付属の、ね、低摩擦のね、プラのあれでいいじゃんって思ってたんで、ベアリングは全然調べてなかったっていうか、まあ、いろいろアドバイスいただいて購入してなかったんですけども、これだったらいいやつなのかな。丸穴ボールベアリング4個。ありがとうございます。さあ次は、こちら。じゃーん。60ミリブラック強化シャフト4本。強化されてる。曲がりにくいとかそういうことかな。へぇー。なんかブレとかも少なめなのかな？ありがとうございます。そして、こちら、はい、MS シャーシ用ギアベアリングセット、はい、ギアのなんかへこみみたいなところに差し込んで使うベアリングですよね。これもまたね、抵抗が減って速い走りにつながるんでしょう。こういう感じですね。こうやって使うんですね。まあミニ四駆やってる方からもご存知のパーツですね。ありがとうございます。すごいな。まだあるんですよ。次は、これ。フッ素コートギアシャフト。あ、これと一緒に使うのかな？はい。先ほどと同じね、このギアのシャフトですよね。フッ素コート。これもまた、滑りがいいやつですかね。もう、キット付属のやつで、しかも、走らせもしないから、走らせる場所もないから、私、ブリスすら刺してないんだけど。ありがとうございます。これとこれを合わせてね、使わせていただきます。そして、まだあります。じゃん！ HG カーボンリアワイドステー 1.5 ミリ。わぁ。カーボンだ。こうやって、リアステーで、ね、こうやってつけるんですね。はい。ありがとうございます。バンバン走らしてるとこういうのっていっぱいいるんだろうな。超速 GP とかで遊んでると、なんか改造するのってこういうのをガリガリ削ったりとか切ったりしてるもんね。私はただつけてるだけなんでね、そこまでは言ってませんけども。はい、続きましてこちら、じゃーん、カーボンフロントワイドステー、はい、今度はフロント側のね、カーボンフロントですね。はい、ありがとうございます。使わせていただきます。はい。
FRP のやつもね、使ってますからね。そして、最後、こちら。じゃん。AR シャーシカーボンサイドステー。はい。ここにつけるやつですね、最後にね。サラビス加工とかしたな。結構前になっちゃって。いろいろやってんだけど、走らせてないですからね、私ね。はい。ありがとうございます。こんなに、計8点のグレードアップパーツ、いただいてしまいました。ね、あの、改造とかね、全然、知識もなく、ただただ、ね、皆さんからおすすめいただいたものの中から、まあ、この辺だったらできるかなとか、この辺は必要そうだなというものをね、ポン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 足してくっつけていって、まあ、時々ね、出してきて、写真撮ってぐらいしかしてないんですけども、ね、なんだろう。まあ、今すぐこれをどんどん撮る。まあ、この辺は、この辺はね、すぐにでも使えそうですけども、この辺りなんかは、ちょっと大事に撮っておいて、またなんか、ね、ここぞという時に、こんな来んのか。ね、今あるものと取り替えたりとかねしてみようと思います。いや本当にとても素敵なプレゼントありがとうございました。はい、そんなわけで今回はこの辺でね、ミニ四駆の動画もね、時々は作ろうと思っております。はい。まあこういうのをねいただくたびに、あ、うちのチャンネルってミニ四駆の動画上げても全然再生されないから、やっぱりロボットがいいのかな、サーティミツビションズがいいのかなと思ってるんですけども、期待されてるんだなっていうのがよくよくわかりました。はい、ミニ四駆動画ね、走らせる場所はないんですけれども、何かしら作っていこうと思います。ワイルドになるかもしれないけど。ではまた会おうぜ。本当にプレゼントありがとうございました。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。